死滅の谷とは1921年に公開されたドイツ表現主義映画。ジャンルとしてはファンタジー映画、ロマンス映画、ホラー映画にカテゴライズされる。マハーバーラタ森の巻の中のサビりとサティア版から層を得たもので中東、ベネツヤ、中国を舞台にした3つの悲劇的ロマンスが描かれる。監督はフリッツラング。 この映画のインタータイトルは失われたものと思われたが、ロッテ・アイスナーの助力で、ミュンヘン映画博物館館長、エンノ・パタラスがシネマテークフランセーズから発見した。2016年、キノ・インターナショナルが、リストア版を、ブルーレイでリリースした。この版は、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ムルナウ財団の行為で、オリジナル版のラングの色付けがされている。日本では2008年に、 WHD Japan から DVD がリリースされた。タイトルは死神の他人に解体された。幸せいっぱいの恋人たちは村に向かう途中、一人の男を馬車に乗せる。二人は知らないが、その男は死であった。村に着いた死は、墓地の近くの土地を借り受け、ドアも門もない高い壁に囲まれた館を建てる。 恋人たちが居酒屋で睦まじく語らっているところに死が現れる。彼女が席を外し、戻ってくると彼の姿が消えていた。彼女は恋人を探して村中をさまよう。死の館の近くに来て幽霊の行列に出くわす。そこに彼の姿もあった。幽霊たちは壁の向こうに消える。彼女は毒を煽って死の音とする。その瞬間。 彼女は死の館へ運ばれる。彼女は恋人に合わせて欲しいとに頼む。死は彼女をろうそくが無数にある部屋へ連れて行く。ろうそくは人の一生を表していて、灯火日が消えるとその人間の運命は尽きる。死は3本のろうそくのうち1つでも救うことができれば、恋人を返そうと約束する。1本目のろうそくは、中東バグダッドの恋人たち、ソベーデと西洋人。 二本目のロウソクは、17世紀ベネツィアの恋人たち、フィアメッタと、ジョバン・フランチェスコ。三本目のロウソクは、古代中国の恋人たち、チャオ・チェンと、リアン。それぞれの物語が語られるが、すべては悲劇で幕を閉じ、ロウソクは三本とも消えてしまう。しかし、死は、最後の提案を持ちかける。 一時間のうちに誰か別の人間の魂を差し出せば恋人を生き返らせようと。彼女は四季が近い老人たちに死んでくれるよう頼むが断られる。そこに火事が起きる。彼女は置き去りにされた赤ちゃんを彼の身代わりにしようとするが悲しむ母親を見て思いとどまる。赤ちゃんを母親に、って私、自分は燃え盛る、炎の中に消える。 死ぬ館で再会を遂げた恋人たちは共に死後の世界に旅立つ。初公開時のドイツでの評価はドイツ不足と不評だった。しかしフランスでは高い評価を受けた。近年では映画評論家のレナード・マルティンが演出、撮影、特殊効果に4つ星満点で星3つ、半をつけている。この映画はインドのサビトリとサティア版の伝説にインスパイアされたものである。 電気作家で映画視野のパトリック・マクギリガンによると、この映画は彼の母が亡くなった直後に撮られたもので、死ぬべき運命についての監督の資料と哀れみに飛んだ、目想録となっている。またラングはこうも言っている。子供の時に熱に浮かされてみた夢、自分の人生と作品に大きな影響を与えた夢にインスパイアされたとも。それはこんな夢だ。半分だけ開いた窓の向こう。 月明かりを浴びた、つばびろの帽子をかぶった、知らない黒い人が近づいてくる。これは夢それとも現実母親の泣き濡れた顔を見たら、母親が、視界から消えた。よろよろと起き上がる。死、が迎えに来た。しかし、救いの手が彼の手をつかみ、引き戻し、そして救った。この夢体験の恐怖はある、種の神秘的エクスタシーと一体化し、 子供だったラングに殉教者や成人が死に放ずるエクスタシーとはこういうものかと思わせた。病気は治癒したが恐怖や愛と混じり合った死への愛着はラングのうちに留まりラングの作品の一部となったのではないかと幕切り眼は分析している。この子供の頃の夢に現れた幽霊めいた存在はメトロポリスと口紅殺人事件にも出てくる。チネマジャーナル死のジョン・エスティット報道は 人間に機械を演じさせる、ラングの主題の関心の一例にこの映画のキャラクター、死も含めている。死のようなキャラクターは、シンボルの特性を帯び、運命の概念を具体化する人間に近い存在の原型となったとティットフォードは主張している。アンダルシアの犬のルイス・ブニュエル監督はこの映画から、多大な影響を受けた。死滅の谷を見たとき、私は、 自分が映画を作りたいんだと気づいたんだ。私を動かしたのは三つのエピソードじゃなく、メインのエピソード、黒い帽子の男がフランドルの村に到着したところ、それと墓地のシーン。この映画の何かが私の心に深い何かを語りかけた。それは私の人生と世界のブジョンを明らかにしてくれた。アンダルシアの犬の砂に埋められる恋人たちは、 この映画のバグダッド編の聖王人の死を参考にしている。アルフレッド・ヒッチコックもこの映画に感銘を受けた一人である。ダグラス・フェアバンクスはこの映画の特殊効果、特に中国編の空飛ぶ絨毯のシーンに感銘を受けたと言われる。フェアバンクスは直ちにこの映画の権利を獲得、ラオール・ウォルシュ監督でバグダッドの盗賊を作った。シニエスト氏のロバート・カシルは 死に噴したベルンハルト月家の演技は、イングマール・ベルイマン監督の第7の封印に影響を与えたと述べている。ありがとうございます。